おはようございます。これおはようね。なんかこめかみから下に下ろしておはようございます。これ手話ね、最近頑張ってて、チャンネル名忘れたわ。手話の翔くんのチャンネル登録してね、見てるんですよ。タイトルまた分かったら紹介しますね。だからちょっとこう最近脳卒中なんでね、記憶力にちょっと問題出てきてね、こうとっさり単語が出てこない。MMT も忘れとってね、まあ、繰り返し復習したら覚えんやろうけど、短期記憶が弱くなって、でこれはいかんと思ってね、手話を勉強しようと思ってます。ほんでね、久々にうちの子のね、紹介というかね、どういうふうに今32歳やけど、幼稚園小学校からね来たのかという話もしてね、それから、まあ、手話を始めようと思った動機なんかについてもね、お話したいと思います。こう私もね、脳卒中でこれ左半分麻痺してるからね、こっち側もで、手もねこうやって見たらできんねんけども、この指と指をね対抗さすのがね、見ないと難しい状態で、感覚がないのよね。ほんで左側も口の中、ベロも半分しびれてるんですよ。だから非常に発音しづらい。でうちの子もね、耳は聞こえてるみたいなんだけども、無理やりこうオウム返しさせるとね、どうも興奮障害あるみたいでね、ろう者の人のね発音みたいな発音するんですよ。こうもごもごと言っちゃったり、ろう者の人の方がもっとはっきりね発音してはるわね。だからそれもなんか発音することに恥ずかしさがあるみたいでね。でも最近ちゃんとバイバイもね、車の中から見えなくなるまで手振ってくれたりね。でヘルパーさんも、うちの子ゆりちゃんかわいいね、なんか手が見えなくなるまで手振ってくれてかわいいわ言うてね、褒めてもらったりねしてるんですよ。で今デイサービスに、私車椅子なんですけどね、片麻痺なんでね、リハビリ通ってるんですけども、そこの看護師さんがね手話できる方でね、ほいで「あ、手話できる話して、私も覚えたい」って言ったら、シーズンでプリントくれはってね、あいうえを。だからこう、これ娘の名前 分かる人には分かるという、まああいう表からね、数字とかね、「こんにちは」は「こんにちは」とかね。で教えてもらって習ったことをね、ヘルパーさんにもこう話してね「こんにちは」ってやってみせたら覚えてくれはってね、あ、これええわ。ヘルパーさんにも手話ちょっとずつ使えるようになったらね、うちの子もきっと真似するに違いないと。今ね、32歳で家事もやってくれるし、お手伝いすごくしてくれる子に育ったんやけどね、全部こう私の真似なんですよね。まあ、洗濯始めたんも、まあ、掃除とかお茶碗勝手に洗ってくれるしね、それ全部私がやってきたことを模倣してできるようになってきたんですよ。で、うちの子は何ていうの、支援学校には行ったことなくて、ずっと普通学級でね育って、まあ、普通高校、定時制高校にもね行って、まあ、普通の子の中でしか育ってきてないのよね。そんな中で思ったのは、まあ当時は養護学校って言ったんやけども、こう分けた場で生活してこられた方と違って、まあ、最初から普通の中に放り込んでるわけで、まあ抵抗がないっていうのかな、まあ、普通のとこでも平気です。それと小学校の時ね、切なかったんがね、まあ仲良くしてくれるお友達もいっぱいいたんですけれどもね、こう校庭でみんなが輪になってるじゃないですか。そしたらうちの子もそこにちょこんと入ってね、輪の中に入ってちょこんと座るんですよ。ほんでもやっぱり会話ができないからね、まあ完全な仲間じゃないけれども、いていいよいうような感じでね、来たわけです。人が好きなんですね。やっぱりみんなが楽しそうにしてたら中に入りたいタイプの子だったんですよ。ほんでもね、やっぱりいじめもありましたよ。やっぱり
悪ガキの子なんかね、やっぱりからかったりね、あの生やし立てたりね、そういうのありました。まあ、そういうのにはやっぱりちょっと親があのいつもあのしょっちゅう出入りすることでね、あの親うるさそうやからやめとこうかっていうようなね、防波堤にはなりましたよね。でとにかくあのコミュニケーションがねなかなか取れなくて、でも人の話してることは分かってね、もうスケジュールなんかもあの学校の時間割なんかもね、あのちゃんと分かって、自分で国語やったら国語の教科書入れて、あの時間割もランドセルにね一人でできたんですよ。で大人になったらあのちょっと予行演習で、あの名前の予行演習しといたら、あの選挙もね一人で行って、一人であの選挙の投票用紙もらってね、あの一人でちゃんとあの私が教えた名前やけども書いて、投票用紙にちゃんとあの投票できるようになってるんですよ。まあ、誰を選ぶかって言ったら、まあ親の意見やけどね。でも親の意見としてもやっぱり障害者 あのうちの子にとってね、あのいいようなあの代理士さんをね選んでるわけでね。ほんでだからさらにあのろう者の方を見て、あこういうふうにしたらうちの子でもコミュニケーション取れるか、まあバイバイはできるからね、あのできるんちゃうかなと思ってね、あの先週からね頑張って覚えていこうと思うことなんですよ。で今日2個目ね、覚えたてなんだね、よろしくお願いします。こうピノキオみたいに話しててよろしくお願いします。でありがとうはね、こうちょっと手が左手麻痺やからね、両手使う手話はちょっと難しい。ほんでもあのこうあのごっちゃんですみたいな、ありがとう、ありがとうございます、これがよろしくお願いします。ほんで楽しいとかね、これ翔くんの動画でね覚えた。だから毎日一個ずつでもね覚えていったら脳トレになるしね、これはいいことちゃうかと思ってね。でヘルパーさんもちょっと覚えてくれてるから、あのもう強制的に見せ、今日こんな覚えてきたって見せたら、で何回もやってたらヘルパーさんも覚えるでしょ。だからうちの子にもあのみんながやってると真似する子なんですよ。なんで普通学級に入れたかというとね、みんなの真似をしたら、あのだからうちの子結構普通っぽいんですよ。まあ喋られへんから分かるけどね、大人になったら障害児らしさが出てきてしまって分かるんやけども、小さい時はあの黙ってたら分かりませんでした、普通の子と一緒ですから。あのまあちゃんと集団行動を取れるしね、並んで歩く、行列に並んで歩くしね。だから模倣ができるっていうことはあの望みがあると思ってたんです。ただでも興奮障害は今の私みたいなもんですわ。だから今の私になったんももうちょっとユリアにこう発音の練習、私の自身も兼ねてね教えようっていう天の指示じゃないかと思って、私もパタカラパタカラとかね、あのしょっちゅうやってるんですよ、こうやってあの口の体操をね。これをねやっぱお風呂に入りながらねうちのことやったりするんですよ。でこの障害者常用住宅でお風呂結構広いの、あの湯船がね前のマンションのあの洋式バスよりも広いね。だから2人入れるんですよ、こう膝立ててあのちゃんと座って首まで2人使ってね、それでまた隙間あるからねゆったり入れるんで、そこでもう近い場面濃厚接触やけども、あの手話のねあの練習になるなと思ってます。でやっぱり習ったことはみんなにこう発表していくと身につくなと思ってね。でマシンのリハビリも今だいたいね15回目ぐらいなんですよ、あの初めての時から。ちょっと休んでたからね、しんどい時は休むんで、15回目ぐらいで1セットから始めて、で2セットに増やして今3セット目です。3セット目って80回を6マシーンやって、あの80まで数えるやつね。3セット目ちょっときつい、ちょっとしんどいんやけどもね、あのやっぱり筋力上がってきました。 2.5 キロの負荷やけども、そんなんでも3セットやるとしっかり効いてね、まあ軽い筋肉痛になるしね。ほんであの立ったり座ったりがね、あのあちょっと違うと、こうあの寝たきり状態の時からね違うとね、あの
自分自身の中で見た目はそんなに分からんか分からへんけど、あ違う楽っていうのがね増えてきました。それと同じようにね、あの手話もね、あの頑張ってやって聞きたいと思いましたので、皆さんもよろしかったら、あの手話知ってるのあったらね、あの覚えてみ、あ教えてください。でよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ではコメントなんかもよろしくね。ではバイバーイ。あれ押してなかった。